というわけで1年ぶりに西武秩父駅に戻ってまいりました。今日はね、あの時に比べてもう快晴ですよ、ね、もうやっぱこれ見てたよね、ようこそ秩父道、はい、で覚えてんのが確か観光情報館があったんですよね。あと1年前の方が寒かった今日はもう快晴ですよ。情報館行った後またこちらに来ました。はい、またこのケンケンショップスマイルコーナーです。1年前も見たんですけど、天然水が売ってる秩父の、ほら、ちょっとこれ買いたいっすね。あなたの香ばしい麦茶も売ってるから。ヨーグルンソーダも売ってます。ヨーグルンソーダ、冷やし甘酒。寒いのに、でも下はあったかいのがあるから、蜂蜜レモン、やみつき。あれ甘酒のホットない。ちょっとミカ姉さん100円で秩父水ちょっと買ってもらっていいですか。しょうがないわね。すいません。はい、見たわよ。じゃあ、早いどんどんシンプルな感じが。シンプル、秩父ってここに書いてあります。かわいい、シンプルで、あ、いいですね。555、パッケージめっちゃシンプルですね。あんまお金かかってない感じがいいですね。で、隣にほらこの金券ショップのもね、これがやっぱり結局秩父から池袋とかの方面の安く電車乗れるよっていう。この自販機ね、結構他でも見たんですけど、まあいつも秩父来るとここ寄るとこです。はい、今秩父市役所のね、通り、秩父市役所の前は通ってます。これ見てください、ガムベンダー。デート前に、ドライブ前に気分転換に美味しいガムをどうぞいつこ、お口のエチケットって書いてあるんですけど、買えんのこれ。あ、これファミリープランじゃないの。いや違いますよ、だってほらキャンディーって書いてあるじゃないですか。ゴムじゃなくてガムね。ポケモンの、あとブルーベリー、ほら、これ何、これ何、買えない。で下もほら、ドラえもんのブルーベリー、ちょっと買ってみようかなと思います。大丈夫、ガムが果たして出てくるか。やばい、出てこない。ちょ、こっち押してみましょう。出てこない。あれ、これ販売、この辺押しても、これブルーベリー、あ、なんか押された。返却、コインになって出てきた。でも買えないんだこれ。